トモハッピーです。どうも、開封大好き、よしひろです。はい、ということで、今日は開封大好き、よしひろさんとコラボです。ありがとうございます。はい、YouTuber の方ね、ハレルヤチャンネル来てもらうの初なんですけど、はい、ここはね、僕、頻繁に出て、いろんな YouTuber のマジック大好きな方にもね、出てもらおうと思ってるんで、うん、はい、皆さんよろしくお願いします。さらに豪華になっていくんでね。はい、で、今日なんですけど、今日の対戦はもう、よしひろさんが大好きなやつです。そう、はいはい、そう、すべての人類を破壊する、それらは再生できない、まあ、通称すべ、それの単行本を発売をね、記念した、はい、懐かし対戦、いっちゃいまーす。これに呼んでいただけたら本当に感謝しかないです。いやもうね、伝えられたかったんで。吉野さんの動画の方でも、あの、はい、僕、トモハッピーとね、すべ、それについて語ってる動画があるんで、はい、まあ、そっちも見ていただきたいんですけど、そうですね。はい、はい、今日の対戦は、20年、もうね、21年前のスタンダード、僕使っていくのはね、こちらグロタンスーサイドブラック、まあアグロデッキですね、こんな感じの、はい、アグロデッキ、懐かしので、よしひろさん使ってもらうのが、そう、これね、あのすべそれのヒロインね、エミちゃんが使ってるね、白タンウィニー、この白タンアーマースキンかな、はい、骨棒いっぱい出して十字軍で強化したり、土地終わったりで、浄化の鎧でね、ドーンと立てて強化したりね、はい、はい、そんな感じでやっていきます。でね、あの作品の中で、まあ、使ってるカード使ってないカードあるんですけど、今日はね、当時のミラージュブロック、テンペストブロック全部出揃ったエクソダス発売後の環境で、まあしっかり組んだデッキっていう感じの、はい、カード資産の問題とかない感じでしっかり当時の強い黒タンスーサイドと強い白タンアーマースキンですね。アーマースキンで、はい、だからその作中の彼らが持ってるデッキっていうよりも、だからそれをモチーフにしたちゃんとした強いデッキ、強いバージョンデッキっていうことですかね。そんな感じです。じゃあ、はい、早速やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、今日はワンマッチやっていきます。ワンマッチですね。ダイス、ダイス、ダイス、僕ダイス2、吉野さん1。あ、そういうことなのか。はい、先行でいきます。トモハッピー、黒タンスーサイド先行いきます。最速2キルあるんでね、このデッキ。そうか、暗黒の儀式から。うわー、微妙。お、いかがされますか。いや、キープ、これはどうしよっかな。こんな感じ、ちょっと不安はあるけど、まあ動ける、しっかり動けるからキープします。まあ俺はね、まあ、こんな感じなんで、もちろんキープでーす。 OK です。じゃあ、沼、はい、すごいな、このクロプレーマに、クロプレーマに沼が、まあ、そうですね、なかなか、はい、シャレが効いてますね。一旦目から何か沼じゃ隠れもしてますね、目立たない。暗黒の儀式で、第2期カード、1マナを3マナに変える。はい、そしてここまで勝って肉占い、はい、肉占いが間に出た時、ゾンビトークン、まあないんで、このアレア、はい、カードでいきましょう。アレアカードで、ニーニートークン、ニーニートークン出た。で、これデメリットあるからですよね。なんかアップキープでしたっけ。アップキープにゾンビが、ゾンビをコントロールしないと自分一体受ける。あ、なるほど。残り黒2マナ、俺プロテクションについて忘れちゃったんですけど、はい、プロテクションって、はい、その色のクリーチャーにブロックされないですよね。そう、されないですよ、ね、だからこのまま、お互いのデッキ、お互いのプロテクション持ちまくってるから、もう決して戦闘することなく、お互いを殴り続けるっていう。これか、やっぱなんだ、プロキシュアだな、プロキシュアだ、プロキシュアだ、どっちがいいんだろう、どっちでも変わんないな。え、なんだろう、ストロングガードかな、プロキシュアな、一応ダウスティの怪物か。うわ、全然違った、マジかよ。はい、白のクリーチャーによってはブロックされない、はい、終わりです。シャドウっていう、シャドウはシャドウにしかブロックされない。いや、後手1ターン目、エミちゃんのデッキはね、なんと1番のクリーチャー入ってないんだよね。シャドウはシャドウ同士しか戦闘できないんだよね。そう、飛行とはまた違った、この能力復活しないですね、なかなかね。結構いい能力だったと思うんだけど、まあ初心者でもシャドウで殴り勝っちゃったじゃないですか、はい、相手がシャドウいなくて、これいいんですけどね。
まあでもそのなんかデメリット持ってますからね、やっぱ初心者からしたらなんだこれデメリットもあるのかみたいな、それから思考なのかな最近は。では白だけ出して終わりです。ものすごいな、このダウスティの怪物、今改めて見るとものすげえ顔してる。ドロー来た。宇宙、もう最初から宇宙ですから、宇宙だった。やばい、一ターン目、はい、4点クロックですからね、はい、今じゃありえない、ありえない、食らったプロ騎士出たー、終わりです。後ろ、やべ、アタパッキングどうします。やばい、分回り定置出して、やばい、こっちも選んとしなきゃいけないんだ。で、ここで俺が出すのは、なんて弱いんだ。ここでいいのがいない。一応シャドウをブロックできるから、サルタリーの僧侶を出して終わりです。はい、プロテクション赤なんだよ。シャドウブロックできないです、これ白のクリーチャーによってブロックされない能力が。なにダウスティの怪物プロテクションではないけれど、いやもう9割ぐらいも積んだね。もうとりあえず終わりです。男らしく、男らしく、ゆみちゃんもなんだけど、あーまあで殴り返す。ドロー、先行超強いやっていう感じですね。ちょっとね、その打率中インチキすぎるよね。打率中インチキですね。しゃべここブロックこれシャドウなんで。あーそうだ、ゾンビブロックできません。終わってんな。はい、食らいました。ストロングガルドナイツ、終わりです、はい。アタックアクティブに押します。ちょっと待って、マジで死んでる。ロンガルドの騎士は2マナ21、うん、プロテクション白、こいつのプロテクション白、うん、1マナで先制攻撃、2マナでパワーアップ。でもこいつも殴るしかもないから、もうとにかくアタックします。はい、どうせ何もブロックできないし。18で、メインツエミちゃんのデッキのフィニッシャー、ベック騎士。ベック騎士3マナ2にファーストストライク、プロテクション黒、赤。これも強いカードだけど、先手で暗黒の儀式ずるすぎる。やばい、ランタップして。こんなんとエミちゃん戦ってたのよ。エミちゃんよく勝てますね、本当に。ドロー、さすがだ。これちょっと分回りだけど、これでゾンビは一方殺だから止まるけど、ただこの時の白を振りじゃって雑に反抗ついてないもんな。普通にアタックですね、ロックされない、されないですよね。で、6点くらいして残り4。カーノファージ、はい、カーノファージは1マナ22でアップキープに1点払わないとタップしちゃう、はい、呪われた巻物、出た、終わりです。死を引いて大変動打つしかない。アンタップアップキープに戻します。うわー、平地来たけど変動ありやな。変動からの2点2回アタック。そう、2回そのシャドウがいるからな。ロックされないやつ、2回アタック。これってこのマッチのように最強生物すぎません？もうどうしようもないもんな。やばいっすね、展開するだけしよう。おっ、王の戦士と王の戦士、なんでもう白の代名詞でもある白騎士に出して終わりです。ゾンビ、ゾンビ来たと終わり。でもこいつらが止まんないもんな。そうですね、あアンタップで1点、カノバジで払いました、はい、ブロ払わなくてもよかったせず、あ、まあ、沼で呪われた着物が、そうですね、呪われた着物は3マナタップでカード名選んで相手が自分の手だからそのカード引いたら2点よっていう、好きな対象2点よっていうプレイプウォーカーにも2点だろうな、はい、で手札1枚の時使うともう完璧に3マナタップ2点、うん、超強い軽量クリーチャーがね昔は多かったんで、まあそれはそれとしてはダーッ。もう単純にブロック一人もできないもんな。そうっすね、どうあがいてもできないもんな。死にました、負けました。ってことで1本目トマッピー勝利、暗黒の儀式がヤバすぎる。こんなもん勝てるわけないね。入れまーす、はい、これ入れまーす。じゃあ次俺の、おう、ちょっとわかんないですけど、多分こいつはね、ちゃんと戦闘ができるんで、まあ、これと、あとね、超凶悪カード、まあ、こんなもん隠すまでもないけど、これを入れて、再生しよう。よろしくお願いします。お願いします。何で、ね、じゃあ、吉野さん、手当てで、いただきます。エミちゃん、俺に力を上げてくれ。ここなしか、エミちゃんの匂いがする。キモ、いや、キモくないよ。いや、待って、そのエミちゃんの、うん、病気だと思われるかもしれないですけど、普通に女子の匂いがしますから。やばいですね、やばいですね。普通に初めて動画でキモって言った。いや、分かってないな。いや、大丈夫です。本当は分かってます。本当は分かってるんですか。本当は分かってるけど、キモって誰かが言ってあげた方がいいな。あ、確かに。いや、俺はこれで、ちょっと待って、考えろ、あの時ね、めっちゃ早いんだよな。いや、俺マリカしますわ。え、はい、今頃、今いつよ、僕にキープします。キープ、これ大事、これ超大事です。最後も
カットでお願いします。俺ね、このマッチングなんか白有利って聞いたんですけど、まあ、最後の方がやっぱ白が強いですね。メインは黒の方が強いです、大中がね、えぐい速いから、ちょっと対策系のカードを持ってないと負けてるんじゃないかっていう読みのもとをマリバンしました。まあこうスピードバックですか、これでやろう。で、戦術していいですか。はい、戦術させてもらいますね。今時ルールでやります。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。成長で終わりです。プロ布からの、お、出た、いくらのこっちか、これでまたパッキーブルドロします。ピンチ出して、終わりです。え、また大丈夫です、大丈夫です。え、2万7、またじゃない、またじゃない。え、2万7ないですか。2万7、全あの大丈夫、2万7、20体ぐらい入ってますよね。じゃあ、エミちゃんの敵は3万だから始まるんで3万だから始まるんで、エミちゃん流。はい、はい、大丈夫、これはもう、キープよ、キープよ、プロキッシュ、プロキッシュ、キープ、どうします。こいつな、生きててほしいな。ベクの聖騎士、最強生物、やばい、これプロテクション、クロアか。あー、まあ、もうそれがある、ドロプロテクションクラウドの生き物とかにも不死身だから、プロキシュアタック、松田クラシカちょっと取れませんでした。やばいな、プロアポプロガルドの騎士、はい、呪われた巻物、はい、アンカーパッキーとどうします。ちょっと待って、そう来ると話変わるな。ミラージュブロックのカード落ちちゃうんですけど、ミラージュブロックあんま入ってないじゃないですか。そう、お互いないですよね。アーマーとかぐらいじゃないですか。で、ベクの聖騎士出して数杯っていうのがあったんですよね。ありましたね。めちゃくちゃ鬼で、はい、あれ初心者何人もやめちゃうんですよ、ね。はい、まあもう知らないですからね。あ、もうどうぞベクのけませんみたいな、怪獣入ってなかったら終わりみたいな。そうですよね、数杯とベクえぐいな。まあ、呪われた巻物でね、依然として倒せたりはするんですけど。あ、まあ確かに、そう、あ、そうか、数杯やばかった。あとベクの聖騎士に最下聡明、そうで、これまあ、こいつプロテクションクロアカで俺最強だってたんですけど、巻き物で殺されちゃうんですよね。巻き物は黒の希望ですね。だからね、もう今しかないんだよね、晴れが強い。でもこれだと悪魔の復刻食らうんですよね。そう、やっぱそっちは強くないですか、デッキ。大丈夫ですか。いや、わかんないです。まあいいや、修正値が4だから6、殴るしかないんだよな。殴ります、6にパンチ立ってても2点しか止めないですよね。そう、そうなんですよ。終わりです。はい、しかもまだ今なら巻物外せるからね、ちゃんと。うーん、もう殴るしかないね。はい、やります。6点、あ、これやばいな、ベクパラ、浄化の鎧、大変動まであるな。そうなんですよ、怖い。もう行くしかない、カナノファージ、はい、ダウティの殺害者、はい、アンダーパッキング、ドロー。そうか、これ引いた後だったら5枚あるから7点パンチして7点与えて、でセットランドから出していくとそうなるのね。はい、はいはいはい、これはね、もうちょっと危機時期、どうしましょう。完全に危機ですね。完全に決められてしまった。いや、俺あのこいつとこいつとこいつ残しますわ。そうですね、はい、これとこれと、うん、そのクリーチャーいっぱい飲めないんですよ。選べます。あ、それだけでいいですか。やった、これしか残んない、5枚、6枚からました、6枚シャークトレードですよ。シャークトレード強っ、取ってる。さらにこれが残ってるからね、ちょっと1点クロックになってますからね、こっちにとっての。やべえ、やばい、まるで吉弘さんにエミちゃんが乗り移ったかのようだ。まあ嬉しいな、それ俺一生それ生きてからよ。やばい、マジでエミヒロになりたい。エミヒロどうぞ。1点いくらで失って、はい、ドローアタック、やりました。ダーティの殺害者、終わり、はい、アンタップ、アップキープ、どうします。ハンドがこれでまあ4枚あるから6点パンチで、まだ知らないのか。でもまだ殴るしかないか。アタック、よし、はい、あ、これ9じゃなくて6か、勝ったのか。よし、ありがとうございました。カットして3本目よろしくお願いします。お願いします。で、俺が後手か。はい、で、なんで気がする手はやばすぎるかな。お、うわ、うちいな、これ。まあ、やりますね、やります。使いたいカードもあるし、はい、やります。ちょっとね、1枚違いはかなりいいカード、まあ、引いてくるかもしれない。俺ね、これね、無事になってたけど、むずくないわ。普通にマリガンだと思うよ。これマリガンしますので、はい、でも、後手なんで、後手はね、あの、まあ、マリガン1枚多いですからね。そう、どうなるかな。
しかもあのデッキにね、必要なのはね、そのまあ、カード枚数じゃないですからね、生きることですからね。カードなんかいくらあってもね、いいないんですよ。必要なものだけ引ければ。エミちゃん、力を貸してくれ。エミちゃん6枚。はい、チェック。いいんじゃない？これはね、かなりまともだと思いますよ。で、俺はちょっとこれで、切り打ちます。戦術させてください。いいね、行こう。やれる。セット。はい。お願いします。お願いします。リクラム。リクラム。出たー。またパッキリ直します。このデッキはもう肉じゃないんで。ますね。そう、対応する術がない変態競技の場合です。ドロー。やりました。黒騎士、はい、終わりです。強すぎる。アタックを切り落とす。ペンチ出して、で、サルタリの文句を出しておきます。プロテクションクロー、でもシャドウアタックします。はい、そうなんだよな。シャドウやりました。黒騎士、はい、グラム、はい、終わり。エグ、ちょっと待ってるよ。アタックを切り落とします。エグい、これはエグい。ちょっと待って、エグいぜ。2日で3ターンで4体ボトルドーム出して、でこれどう切ってもしょうがないからアタックにするか。ボトルドームは強い。終わりです。プロテクション黒でシャドウってもう捕まえられるところ、日記すぎませんか。それおー、来た。夜の戦術出たー。チーン。ボトルドームが弱体化できない。そこの暗黒の僕マジで生贄。いや、もうすでにサクッテンさんって言いましょう。はい、17になって8点クラブだもん。高すぎる。終わりです。もういける。超強いこのデッキでも、まだ俺には可能性がある。アンタップアップキムドロー、きたー。エビちゃん、ありがとう。一中の人。おー、これで黒のキリカも終われない。何もできない。ありがとう、エビちゃん。分かってたけど、分かってたけど、つらい。終わりです。すごいな、この全員黒だけ攻撃もブロックもできない。エビちゃんの聖なる力によって俺は守られてる。やばいですね。ダメよ。もうこれは終わり、終わりです。よし、ここから俺は何もできない。タップアップキープドロー引いて、ベク騎士を出して終わりです。ドロー、とりあえず出しとく。はい、アンタップアップキープ何もできないけど、ドロー。じゃあ帰ってるな。じゃあ、まあそこブロックできないんで、じゃあ1戦、1戦受けます。夜の戦に通常からドロー。これです。あれ、当たった。キープ倒します。あれがあるから意外とシングルに当たっていって。なけえな。ボトルのオム出し終わりです。はい、ボトルのオム、ボトルの言い方セット終わり。当たったキープ。なんかもう本当にこれが崩れ去った瞬間、もう一瞬で殺されるから。割れないんで大丈夫です。黒タンだと割れないんで。そうか、そこがやばいよな。対策に対する対策がないっていう、この日中の光ものすごい強力なのに。あれ、じゃあどうしよう。俺ちょっとなんかね、巻き物やばいからって取っておいたけど壊そうかな。じゃあやばい、もう攻めてくる。はい、はい、あとなんかアタック14で、こいつをサルタリー文句出して。ああ、なるほど、それはいいっすね。それは、それはあるだろう。これならはクロップで勝てる。日中の光、俺を守ってくれ。意外とやばいから巻き物で死にかけない。セットしてダウスキーの怪物。はい、アンタップ、アップキープどうします。また平地だよ。出してもしょうがないけど、ボトルノームからの一種の光強い。俺今なんか無心で土地出してます。どうして出してますけど、浄化の鎧があるからもう出すべきじゃないんですよ。完全にイミちゃんじゃなかった俺の頭。ちょっと戻すな。いや大丈夫ですよ、別にもう出したもの出してもらって。 10、 10、 OK。 とりあえず夜の戦術か、のろ動き、あるある、あるある。なんだなんだ、あるある。トップデックマジでいいのね。長引くとこれなんですよね。黒は長引くと手札破壊とか、うん、この時書いてないですけど、あ、はいはい、手札破壊とか暗黒の儀式とかね、うん、後で引くと弱いんですわ。そうか。あと軽量クリーチャーしか書いてないから逆転できない。大事だ。はい、終わりです。あ、なんだ。アップキープどうします。先頭あります。アタック6、次のクロックで終わりだ。やば、夜戦来い。夜戦、夜戦、ちくしょう。お、セットして終わりです。お、アンタップアップキープ、ドローします。戦闘宣言、はい、全員でパンチだ。ダメージは何点ですか。
もういいや、オールにしちゃった。下はもう何されてもいいよ。超パンプルが10点。何もされなかったら6点入るんですから、ね、まあそうなんですよ。10点パンチ、10点パンチ、はい。じゃあ、はい、ブロッカーできないんで、はい、戦闘ダメージ入る前になんかある、5マナでゾーン、ヘイトレッド、僕のダンスィの怪物に、はい、6点払って打ちまーす。負けます。ありがとうございます。でも俺にはやられないってことね。だから死ぬなら俺自害する。自害。しかも、ゾウをプレイしたかったです。あ、確かにそうだね。今回の目玉よ。そう、ゾウを出したかった。まあ、これは僕は当時入れてませんでした、ゾウは。はい、ってことでやってきました懐かし対戦、いかがだったでしょうか。吉野さん、どうでした。いや、面白かったよね。面白いですね、はい。この時はマジックそんなやってなかったんですよね。いや、そんなところか、俺もこの時は、まあ、何もしないですね。ああ、そっかそっか、はい、もうちょいやったぐらいですか。俺だってそう、トーメントぐらいだったんで。はい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 。いや、僕もこの時にもうバリバリやってて、その時のね、懐かしのクロタン使えてよかったです。あとね、俺はゲームに負けたけど、俺に負けたんだみたいな、俺のゾウに負けたんだ。そう、俺に殺されたわけじゃないって。そう、俺のゾウが俺を食い潰したみたいな感じで負けれてハッピーでした。めったんない、あんないつでも投了できるような。あと俺これずっと気になってたんですけど、はい、俺がこれずっと光ってるじゃないですか。はいはいはい。負けたら最後これ爆発するのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃなかった。あ、そういうわけじゃない。ピンマイクって言ってね、音を拾ってくれる機器です。あ、そんなやろね。なんか、まあ、よかった、知らないでとか。それは面白いです。映像的にはだいぶ黒いですけど。やばいですね、漫画の見すぎですね、明らかにね。いや、でも、はい、こんなんつけられるから、もしかしたらっていう、まあ、吉弘さんの漫画の見すぎもあって、でそれ好きすぎもあって、はい、今日のね、この対戦やってきたんで、まあ、実現してね。いや、本当に嬉しい。ありがとうございます。はい、楽しかったです。楽しかったです。はい、ということで、この動画が楽しかったっていう方はですね、ぜひこのハレルヤチャンネル、僕、トマピのトマピチャンネル、吉弘さんの開封大好きチャンネル、それぞれね、ご注目、チャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は僕トマピーと、開封大好き吉野でした。ご視聴ありがとうございました。